スタートしました。綺麗なスタートを切りました。第33回赤嶺賞はソングオブウィンド賞、報知新聞社杯です。先行争いはサンキンスピーチ上がっていきます。サンキンスピーチ花に立ちました。その後ろのポジションにマイネルアラバンサです。1周目の第3コーナーカーブ手前にかかるところです。3番手には1番のマチカネ神風、体半分され丸物コンバット、その後ろにつけていますのがエンジンソウルです。そして実力ザッツワン、各馬1周目の3、4コーナー中間地点に入ります。先手を取ったのは9番のサンキンスピーチです。リードは1馬身ぐらいで1周目の4コーナーカーブに各馬入ってまいります。先頭からしんがりまでは15、6馬身でホームストレッチに入ってまいりました。先手を取ったサンキンスピーチ、リードは1馬身、2番手にマイネルアラバンサです。あとは2馬身差1番マチカネ神風、3番手少し開いてエンジンソウル、外に並んで丸物コンバット、中段位置にボスアミーゴです。実力ザッツワン、サウンドサンデーで後方にかけましてはマンボパートナー、そして2番のサトノスローン、3連覇がかかります。コスモバシュランは例によって後方から2番手、2馬身から3馬身差でコンバットジェット。さあ先頭から最後方までは20馬身近くあります。第1コーナーカーブに入ってまいりました。さあサンキンスピーチ、マイネルアラバンサ2頭が飛ばしておりまして、ゴールまで1200の標識を通過、2コーナーカーブに入ります。4馬身から5馬身差、1番マチカネ神風、3番手その後ろは大きく間が空きました。7馬身から8馬身差で向こう正面へ、内に4番のエンジンソウル、外に並んでおりますのが丸物コンバットです。1000メーター切りました。ボスアミーゴ、サウンドサンデーに、あとは2馬身から3馬身差実力ザッツワン、2馬身差で7番のマンボパートナー、さあ外目3番のコスモバシュラン、まだ後方2番のサトノスローン、最後方11番のコンバットジェットです。先頭からしんがりは10馬身ぐらいの圏内固まってまいりまして、第3コーナーカーブ手前です。さあ先頭に立ったのはマイネルアラバンサです。マイネルアラバンサ、マチカネ神風2番手、600の標識を通過、ボスアミーゴ3番手、内丸物コンバット、その後ろにつけているのがサウンドサンデー、スーッと外目からコスモバシラン上がってくる。コスモバシランまだ上がってくるが、前との差はまだ4馬身ほどあります。400を切りました。先頭はマチカネ神風に変わった。マチカネ神風先頭で2馬身のリード、直線コースへ向きました。マイネルアラバンサ2番手、ボスアミーゴ、外からコスモバシラン、外からコスモバシラン、先頭はマチカネ神風、200を通過。マチカネ神風先頭、2番手にはボスアミーゴ、さあコスモバシランはピンチ、コスモバシランピンチ、今3番手ボスアミーゴか、マチカネ神風か、マチカネ神風だ、マチカネ神風、右手大きく服部隆文、大きく上げてのゴールです。ボスアミーゴ2番手、コスモバシュラン3番手に敗れました。